聖カタリナの神秘の結婚は、アンドレア・デル・サルトが1512から1513年頃に描いた聖会話の主題の盤上の油彩画である。作品は、フィレンツェのサンティッシマー・アヌンツィアータ教会内のアンドレアによるキオストリーノ・デ・ボーティのフレスコ画と、同時期のアンドレアの初期の時代に制作された。1749年に、プラハの帝国画廊により購入され、 現在はドレスデンのアルテマイスター絵画館に所蔵されている。聖母子の左側にはアレクサンドリアの聖カタリナがおり、右側にはアンティオケアの聖マルガリータがいる。階段の下には洗礼者ヨハネが子羊を抱いている。子羊は神の子羊としてイエス・キリストを象徴し、ヨハネは聖マルガリータの足元の竜から子羊を守るような仕草をしている。 作品の構図は、ラファエロの、天外の聖母、フラ・バルトロメオの、完備の正解話を明らかに参照している。一方、ヨハネの姿は、レオナルド・ダ・ヴィンチの、聖アンナと、聖母子のヨハネを想起させる。本作は、アンドレアの主要な弟子、特に、ロッソ・フィオレンティーノとポントルモに、大きな影響を与えた。AA、VV、ジェモルダ・ガラリー・アルトマイスタード・レスデン、バンド・ ダイ・大オーグステルトン・ベルケ、ワルター・ケイ・ニヒ、コロニア2006、ISBN 978から8886392488、ありがとうございます。